総理ね、総理はペット飼ってらっしゃいます？総理はペットは飼ってない。飼ってます、ええ、ペットはあの私もね犬飼ってるんですけどね、そうしたらご存知かと思うんですけども、最近あの人間も食べられる、ペットと一緒に食べられるペットフードってあるんですね。あのね、お正月なんかおせち料理、あの飼い主と 飼い犬と一緒にお召し上がりくださいなんていうのも、ケーキとかいろいろあったりするんです。そう、普通はこのペットフードっていうのはこれは、まあ、食品ではないと思いますけども、でも食品表示法のこの人間も食べられるようなそういうものになったらペットフードであってもこれは軽減税率の対象になるというふうに考えていいですか？財務省佐藤静江局長。お答え申し上げます。軽減税率の適用対象になるか否かは、先ほど申し上げましたようにその販売時点で決まるということでございます。その時に食品表示法の規定する食品ということで、人が飲食用に供されるものということかどうかを確認するということになるわけでございます。例えばペットフードというのは通常考えますと、仮に人が食べられるといたしましても、通常販売事業者はペット用ということで販売することでございまして、おそらく食品として表示を行っていくということは通常想定しにくいということでございます。その場合には当然 10% の適用ということになります。ただ先生ご指摘のように、飼い主も食べられる、人も食べられるペットフードというようなことになりますと、おそらく食品表示法に規定をいたします食品として表示を行って、人も食べられるものだと、人の飲食用に供されるものとして販売をしていくということになりますと、それも食品そのものということになりますので、軽減税率適用という整理になるんだろうと思っております。古川元久君。結局ですね、そうなるとペットフード業者はね、じゃあ軽減になりますということであれば、みんなに人も食べられるそういうものを作ってくるんじゃないですか。わざわざそういうね、税のためにそういうですね、新たな製品を生み出すということになってくるんですよ。これね、明らかに経済活動の中立性を阻害すると思うんですけど、どうですか、総理、今のこの議論を聞いてて、感想は。安倍内閣総理大臣。今の主税局長の答弁は大変分かりやすいと思うんですが、いわば人が食べるということであればですね、これは当然食品に課されたさまざまなハードルを超えていかなければならないわけでありまして、でかつこれ食品であればですね、大体人間が食べるものはですね、ペットにも食べさせるわけでありますが、しかし同時にですね、ペット好きな人はやっぱりペット用のものを食べさせた方がですね、栄養のバランスがいいので、食べさせているわけでありますし、実際ペット用の食品で結構高いものもありますし、またですね、ペット用のこの、健康食品もありましたね。セサミンというのがありますが、あるペット用のセサミンというのがあるんですが、ペット用のセサミン私いただいたらですね、間違えてうちの家内に渡したらずっとそれを飲んでたことがあったんですが、で実際はですね、で後で聞いたらですね、これ実は中身は全く同じだったと、いうことで、あります。しかし実際はペット用として、売って、いると、こういうことで、あります。しかし、まさに今局長が答えたようにですね、これは、人が食べるという、ものであればですね、これは、食品の、法上ですね、表示はちゃんとしっかりしていくと、そして当然、それに求められる基準を上回っていかなければならないのではないかと。